バーモバーモテニスコーチのトップです。今回は大坂なおみ選手の次の対戦相手、2回戦の対戦相手についてお話しできればだなと思っています。皆さんね、もうねインターネットでだいぶ調べられたと思うんですけれども、次の対戦相手カミラ・ジョルジ選手ですね。イタリアのカミラ・ジョルジ選手です。この方昔から強い選手ですよね。イタリアの選手なんですけれども、実はご両親がアルゼンチン人なんですよ。アルゼンチン人。まあ、急になんかね、なんか好きになっちゃったよ。本当に、あ、すごいなんかこう親近感湧いちゃって、アルゼンチン人ですよね。イタリアの選手っていうかもうアルゼンチン人なので、あ、もうなんかね、あ、なんかもう結構なんか応援したくなっちゃいましたね。あ、ダメダメ、大阪なおみ選手応援しなきゃダメなんだけれども、イタリアの、選手なんだけども、なんか小さい頃にね、イタリアに熱い住んだようですね。まあ、けどね、アルゼンチン人ということで、アルゼンチンのご両親ということで、ちょっとね、応援していきましょう。まあ、個人的に。この方、まあ、僕もね、どんな選手なのか昔からちょっと見てたんですけれども、改めてネットで調べてみました。そうしたら、もうね、皆さんももう多分いろんな記事見てると思うんですけれども、可愛いだとか、またはセクシーだとか、また美人テニスプレイヤーだとか、まあいいんですよ。いいんですけれども、いやね、可愛さもね、もちろんいいんだけれども、なんかね、テニスのことに触れてる記事が全くないんですよね。まあ全くってことじゃないけれども、全然ないんですよ。どんなテニスするんだろうなと思って、まあ今最近のね、テニスどんな感じなんだろうなって思ったんですけれども、それについて触れてる記事があんまりなかったんですよ。まあ可愛いっていうふうにね、言ってるんですけど、まあ確かに可愛いんですよ。まあ可愛い、そのカミラ・ジョルジ選手の画像を見たかったら、インスタグラムとかぜひ見てみてください。ちょっとね、僕載せることができなくて本当にごめんなさい。でもね、この方もうこの可愛いってだけじゃなくて、まあいろんなね記事飲んでみると、またプレイヤーのね、いろんな試合を見てみると、もう本当にね可愛いとはね全然ギャップがある、もう本当にもうハードヒッターで、もう超攻撃型のスタイルのテニスをするんですよね。この方もうサーブからとにかく速い。で、しかもその後のストロークもどん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 前に押していく。まあ特に特徴的なのが、もうベースラインのところからほとんど後ろに下がらないんですよね。そこからもう高い打点で来ようが低い打点で来ようが、しっかりとハードヒットで返していく。それをもうワイドに、広角に、端っこにどんどん打っていくんですよね。それがね、特にもフォアハンドもすごいんですが、この方のバックハンドにボールが来た時はやばい。もう脅威ですね。本当に脅威。もう、あ、こんなバックハンド来るんだと思うんですよ。大体ね、まあ最近の選手は、まあそうじゃないかもしれないんですけれども、バックハンドって比較的、まあ苦手な人が多いというふうには言われているんですけれども、この方多分バックハンドの方が得意なんじゃないかなって思うぐらい、すごいね、力強いショットをバックハンドで打っていきます。もうストレートにも、クロスにも打っていきますので、この人のバックハンドに回った時はちょっと注目したいなというふうに思っています。世界ランキングでも今70位ぐらいの選手なんですけれども、最高で26位まで上がった選手なんですね。でも、この26位なんですが、このテニスを見てみると、この超攻撃型のテニスを見てみると、26位には見えない。もうちょっと上行くんじゃないかなと思うぐらいの、もう本当に素晴らしいテニスをします。このテニスを多分対戦相手で体感した時は、このスピード感だったりとか、このパワーヒッターに対応できずに圧倒されて最後まで何もできずに終わってしまうようなケースがあると思うんですよね。でも彼女の弱点があえてあるとしたら、この攻撃型がちょっと単調なのかもしれないなっていうふうに思いますね。まあ僕がね言うのも本当におこがましいんですけれども、もしかしたらまあ大体全部の試合見たわけじゃないんですけれども、少しこの攻撃の質だったりとか、攻撃のポイントの取り方だったりとかが、大体はなんかこうどれも同じような、特にボールを押していくような感覚なのかなというふうに思います。まあ、今回の全米オープンの1回戦目は、その押していくだけじゃなくて、しっかりと前に出てボレーで決めていったりとか、もう本当にさらに攻撃に磨きをかけて前に出ていくようなプレーがありましたよね。なので、まあ、いろんな変化をつけて攻撃を出していると思うんですけれども、例えばドロップを入れたりとか、またスライスを入れたりとか、少しこうロブを入れたりとかっていうところが、まあ、少しないのかなっていう印象がありましたので、もしねこれね、上まで上がってないっていうのもトッププレイヤー、本当にトップのトップのプレイヤーの人と当たった時は、そのトップのプレイヤーはこのジョルジ選手のテニススタイルに慣れてしまって、この慣れた時に例えばボールをつなげてカウンターで決めていったりとかする、ケースがありましたね。そうやっていって、ちょっとジョルジ選手も、あ、なんかこう自分が攻めてるのに逆に攻められてるとか、または
相手からそのジョルジ選手の相手から速いボールが来た時にジョルジ選手がこれからどんどん攻撃的にしていきますので少しでも相手から速いボールが自分よりの今まで体感したことないスピードのボールが来た時とかタイミングが速くなってしまった時に振り遅れてしまったりとかアウトしたりとかサイドアウトしたりとかするケースが結構ありますのでそういうふうにちょっとこう相手のスピードだったりとか相手の変化にですね対応できないでちょっとアウトしてしまうことがあるのかなっていう印象がありましたね。まあこれは全部じゃないと思いますよ。全ての試合見たわけじゃないのでわからないんですけれども、まあ、ハードヒッターだけじゃないような攻め方をするのも必要なのかもしれないですね。まあ今回でもね、今回またこうやって2回戦でこうハードヒッター同士の打ち合いを見るっていうのも面白いですよね。どんなテニスをするのか、どんなこう激しいラリーをするのかって結構楽しみですよね。まあ、大坂なおみ選手と対戦成績としては、東レパンパシフィック2018年で、まあ、1回戦ってるんですけども、その時は大坂なおみ選手が1勝しているということなんですね。ただ、2018年の時の、まあ、今もそうですけれども、大坂なおみ選手、2018年でもうフィーバーというか、もう覚醒しましたよね、あの年で。だから、あの年に当たっていた女性の選手は、もう気の毒としか言いようがない。あの時は、もう最強クラスでしたよね。まあ今ももちろん強いんですけれども、まあ手がつけられない状態だったと思います。あの時の大坂選手は。なので、まあまあ今回ね、改めてまた対戦するということなので、本当に楽しみだなと思います。試合は、3日のもう明日3日のですね朝8時から日本時間の朝8時から予定されているそうです。まあもしナイトセッションなのでもしかしたら8時以降になってしまうかもしれないんですけれどもそのあたりから始まるそうですね。ぜひ皆さん朝なんですけれども、まあ、インターネットでこう追いかけながら応援していきましょう。はい、じゃあね、今日の動画はちょっとここまでになります。まあ、ちょっと簡単なね、触れ方なんですけれどもぜひねちょっとこの後皆さんもしカミラ・ジョルジ選手の YouTube であったりとか試合動画だったりとか見てみて、あ、こんな選手なのかなとか、あ、ウェアやっぱ可愛いなとかね。やっぱウェア可愛いなとか、あ、なんかこう、でもクールに決めてるなとかね。ウェア可愛いんだけど、すごいね、もう顔がね、クレバーだったりとか、顔がこう真剣に、もう真剣な眼差しで、もう常にこう笑ったりとかせずに、悔しがったりあんまりせずに、もう常にこうクールで落ち着いてるんですよね。もうそういう状態ね、なんかこう、なんかギャップのあるようなテニススタイルを見るのもちょっと面白いかなというふうに思います。ではね、今日の動画はここまでになります。今日の動画が良かったらグッドボタン、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは、チャオチャオ、バイバイ。